タイプに関係するそういうお付き合いみたいなところなんですけども、その中でですねピグマリオンプロジェクトという項目がありまして、はい、ピグマリオンプロジェクトというのは通常はそのギリシャ神話の彫刻家であるピグマリオンに由来しますと、はい、彼が彫刻した像が実際に人間のようになったという物語に基づいていて、そのことからピグマリオンプロジェクトという言葉があって、人々が自己の理想や目標に向かって努力し、その目標を達成するための計画や取り組みを意味しますと、はい、チャット GPT では出たんですけど、僕の記憶だと、はい、ピグマリオンプロジェクトって自分で作った人間を、はい、自分の理想にしようとして失敗した話だったと記憶してるんですけど、僕の知ってるピグマリオン効果の実験、はい、あ、実験の話、実験の話だと、はい、どっかのある学校で、はい、あなたたちの遺伝子には他の人たちよりも優れた遺伝子があると先生に伝えて子供たちとそこう教育させたらそっちのグループの学力が上がったみたいな。ああ、なるほど。じゃあ私の勘違いだったかもしれません、はい、いや、まあ、そういうのがあるのかもしれない、はいはい、世界的に有名な飛行家チャールズ・リンドバーグは現実的で楽天家で落ち着きがなく ISTP 気質の人物でしたと、はい、そんな彼は1929年抽象的で感情豊かな内省的な INFP タイプ、はい、ヒーラー括弧理想主義者であるアン・モローと出会い結婚しましたと、うん、アン INFP さんはですね、はい、結婚当初は黄金時代と呼んで、はい、幸せな時期だったと。ただすぐに夫からこの理想主義的な部分や、はい、ポエムなところ詩的なところ、うん、そういう感性を抑え、もっと俺みたいに社交的で冒険好きな、人間になるようにっていう圧力を感じるようになったと、うん、INFP さん、うんうん、ヒーラーですよ、はい、興味ないですよそんなの、はい、で圧力を感じるようになった。あ、なるほど、言ってないって話ですね、はい、あ、深い、はい、深くないかもしれないごめんなさい。でこの INFP さんヒーラーはですね、できる限りラッキーリンデイ、アメリカではラッキーリンディ、孤独な和紙と呼ばれ英雄みたいな人だと書いてあります。ラッキーリンディ、まあ、多分これリンドバーグのことですね、はい、に従い操縦を習い航空路の地図を作るための遠征にも同行したと。日記には密かに共感と理解、そしてありのままの自分、自分が生きようとしている人生、やろうとしていることを尊重してもらえる関係という望む気持ちを日記にしたためていたと、はい、密かに、はい、変えようとか強制しようとか、結婚していてもお互いを尊重し相手の孤独な時間を受け入れ、相手がしていることやありのままの姿に身を引くことはできないだろうかと、本当に力強い愛と両立できないのか、それとも結婚観や基準といった私の先入観がダメなんだろうかと日記に綴っていましたと、はい、夫はそんなの知らんですよ、はいはい、言ってないとか言うんですよ、俺は言ってないよって、はい、感じてるだけでしょって、はい、SP は言うんですよ、はい、NF はノートに書くんですよ、はい、引き寄せなんですよ、はい、このアンさん INFP さんはですね、結婚生活において尊敬できる距離を保つという考えを持っていて、それは示唆に富んでいますと。多くの場合このアンさんが言った黄金時代初期の、はい、っていうのはこの情熱的な時期が過ぎ去ると、お互いの違いに惹かれ合っていたカップルは結婚の本質的な真面目な仕事、つまりこの配偶者を変えるっていうことに目を向け始め、自分と同じような人間にしようとしますと、うん、配偶者を変えようとするこの試みはピグマリオンのテーマそのものですと。そしてこの議論の主要仮説は、このピグマリオンプロジェクト、夫婦関係の破綻だけでなく良好な結婚生活においてさえ苛立ちの種になりかねないということですと。
これは私たちが出会いにおける慣れ親しんだパターンでしょうと。私たちはある程度自分とは異なった、場合によっては全く正反対の人間を探し出し、結婚するのに苦労しますと。そして相手を自分の理想像に変えようとあらゆる手段を尽くします。結婚許可証は彫刻家が彫刻をする際の許可証のように機能しているようにさえ見受けられます。結婚した相手は互いに彫刻家となり、相手を自分の鏡像、鏡像に変えようとピグマリオンプロジェクトに取り掛かりますと。そして悲しいかな、自分たちがもたらした変化が大きければ大きいほど結婚生活が成功したと感じてしまうと。相手が変わって自分みたいになった時に、うん、はい、ことえたりと、はい、勘違いをする、うん、もちろん私たちはパートナーに自分らしさを完全に捨て去ってもらいたいわけじゃないと、うん、私たちは単に自分たちが持つ人生の目標こそが誰にとっても最善だと考え、はい、まあ、僕で言うと本当の自分との出会いですね、はい、それでいいの？やりがちってことですよね自分のニーズ満たさなきゃ、自分のことやらなくていいの、人のことばっかやってなくてさって、はい、よく言いますよね、はいはい、そういうやつじゃないですかそういうことを、まあ、仲が良くなるとやりがちって話ですよね。だって人が人がって言うんですよ。人が人がまず自分だろうって思いません？それは、まあ、そのタイプだから思う話ですよね。っていうことなんですよね、はい、多分ね、まあ、誰もが自分が最高、自分の目標こそが誰にとっても最善と考え、パートナーにも同じように目標を持ってほしいと願っているだけだと。しかし見落としてしまいがちなのは、パートナーは自分とは異なる目標を心からの自分のものとして受け取ってくれないということですと。少なくとも自分自身の気質を損なうことなく受け入れることはできませんと、うん、まあ、僕が飛行機乗れって言われてもなかなかね飛行機乗れない、危なくないって思いますもんね。車よりは安全って言いますよあ、運転手が確かならね、はい、運転手は確かな人しか乗ってない。あ、でもなんか自分が運転しろっていう時に、はい、楽しいよって、例えば隊長が飛行機乗ってますと、リンドバーグのように、はい、自分で操縦ですか？自分で操縦です。はいはいはい、旅客機じゃなくて、旅客機じゃなくて、はい、いいいいって例えば、はい、アウトドアに行って、はい、崖から飛び降りる、うん、楽しいよって隊長行くって言ってたじゃないですか、ま、そういうのはそれに行くかどうか分かんない、ね、まあ、みんながやってれば行くみたいな話をされてて、はい、僕は行かないって話をしたんですね、はいはい、危ないから、はいはい、楽しいかどうかで判断するみたいな、はい、明らかに危ないのは行かないですよ。あ、そのぐらいのやつ、クライミング的なそのぐらいのやつは、ね、はい、はい、例えば人生における基本的な欲求がエキサイティングな刺激を求める SP 職人タイプの人は、うん、SJ 管理者タイプが求める社会的経済的な安定や理想主義者 NF ですねが求めるアイデンティティ、そして理論家タイプが求める実用的な知識にはSP は関心がないと。それはどの気質にも言えると。パートナーを喜ばせるためにしばらく別の目標を偽ることはできるかもしれないが、決して他人の生き方を自分のものにはできないよと、うん、このような違いは結婚生活においてはうまく統合するかもしれませんが、結婚生活っていうのはうまくいくかもしれんけど、うん、人間の中でそれは統合できないと。まあ、表面上合わせてうまくやることはできるけどっていう、ね、はい、案のようにね、はいはい、ただ陰で日記を書いてるかもしれない、はい、一人の人間は統合できないと。食べ食う虫も好き好きと言いますよね、なんてことがカーシーは言っていてですね。パートナーを自分自身に変えることはできないが、どうやら私たちはそれを試みたくなるようだと、うん、でその試みが大きなダメージを与えてしまう。配偶者の欠点をつついていくことは、つまりあなたは良くない、私は今のあなたではなく違うあなたを望むというメッセージだと。ここで自分の中に小さなピグマリオンがいることを認めるべきでしょうと。
それは身近な人をコントロールし、望む姿に変えたいという人間としての、まあ、当然の欲求かもしれないが、もしその愛する人を変えることに成功したんだとしたら、それは皮肉な話だと思いませんかと、うん、あなたが愛した人じゃないですよと、はいはい、最初はお互いの違いを好きになったはずなのに、うん、なぜ変えようとするのかと、うん、相手が自分のコピーだったらあなたはそれを好きになりますかと、うん、なんていうことが書いてありますね。パートナーをコントロールしたいという欲求は、相手を受け入れありのままの姿で愛するっていうことよりも、それはあなたに満足感を与えますかなんていうことを言っております。うん、隊長どうですか。どうですかって、あんまり人には言わなさそうですよね。こうしろって、こうしろとか言わないですよ。言わないけどって話じゃないですか。このアンは圧力を感じてたわけですよ。そうですね、やっぱり楽しいことやらなきゃいけないよね、やれとは言ってないけどみたいなのがこう圧力と受け取ったりするんじゃないですか。でまた楽しそうだったりするんですよ。はい、そうするとなんか自分が間違ってる、間違ってるような気はします。はい、っていうのがなんかちょっとあったりするのかなとは思ったりしますけどね。特になんかその NT の人が得意な合理的なもの、はい、うん、まあ、時間の管理とか、はい、スケジュールとか、はい、こうやったら効率がいいんじゃないとか、うん、F はさとか、はい、以上ですそうするとやっぱりなんかあれなんか間違ってるのかなは思いますよね。直さなきゃいけないのかなとか、はい、はあるかもしれないですよね。はい、だけど心の底からそれになることはできないわけですよ。難しいですよね。はい、ただまあ自分と全く同じような人だけが結婚相手としてふさわしいわけでもないと、まあ、これは前もやりましたよね。異なる気質の者同士が歩み寄ることで生まれる火花やお互いの違いを補完し合う喜びといったものは、自分と同じタイプの人と結婚した場合には失われてしまうでしょうと。うん、実際観察によると、同じ気質を持つタイプ同士、例えば2人の ISTJ とか2人の ENTP というのが結婚するのは稀ですと。どうやら私たちはある程度相手に違う部分を求めているようだと。うん、ピグマリオンプロジェクトはその代償として支払わなければならない代償のようですということが書いてあります。 INFP さん考えすぎと。いや違うんですよ、アンは寂しかったんです、やりたいことができなかったんですよ。はい、はい、その圧力は、それをでも考えすぎって言ってるんじゃないですか。圧力を感じてた。おい待て待て、せいせいせい、違うんですよ、考え、そういうタイプじゃないですか。で考えすぎってことですよねあ、そっか。SP 的には多分圧力を与えようとは思ってないんですよね。言ってるように聞こえますけどね。でもそれって多分他のタイプもそうだと思うんですよ。ちゃんとやりなさいとかもそうですよね。これが絶対正しいみたいなのが言ってくるわけじゃないですか。はい、NF も NT も SJ も、まあ、言ってるつもりはないんですけどね。で多分そういう話だと思うんですよ。別になんか普通のことをポロッと言っただけみたいな。SP だったらそんなこと気にしてんのとか言ってポロッと言うじゃないですかそうですね、はい、確かに、はい、だからそんな圧力を与えてるつもりは多分ないんですよ、相手側からしたら。注意が必要ですね、はい、このピグマリオンプロジェクトは期待に応えようとする動き、まあ、なんか期待に応えようみたいな話ですね。ピグマリオン効果って強い期待をされるとそれに応えようみたいな、こうあるべきみたいなのがこうやってくると、まあ、なんかそれに応えなきゃいけないんじゃないかみたいな。なるほどね、はい、いやなんかどっちが主体の言葉なんだろうと思って、どっちが主語というか、はい、言ってる側なのか言われてる側なのかがちょっとごっちゃになりました、すいません。すでにある方にはめたい NF&SJ、 形を作りたい SP&NT と、 SP と NT ってアプローチは違うけど目指してるところは一緒なんですよね、うん、組合が一緒ですもんね。はい、功利主義、功利主義組合ですもんね、はいはい、自分の希望に沿う言動、自分の写しになるんですかね。まあ、多分なんかまあこれが正しいでしょうみたいなことをバーンと言ってくるんだと思うんですよ。まあ、みんな言うんだと思うんですよ言ってるって話ですね、言ってるって話だと思うんですよね。だからこうやってやるのが普通でしょみたいな、
なんでこうしないのみたいなことを、なんでこうしないのは言われますねじゃないですか。でそれってこう受け取った側は圧に感じるわけじゃないですか。そう、相手はそんなに深いことは思ってないかもしれない。はい、はい、言わないと思うがなんとなく扇動されるような SP ね、SP がね、はい、まあ、僕が ISTP が圧ですよね、はい、ああ普通こうでしょって言い方されますと、まあ普通こうでしょはみんな言いますよね、はい、皆さんの普通の観点でだと思います。それを多分こうみんな言ってると思うんですよ。さらっとさらっと普通こうだよねは多分今20人ぐらいが見てくださってるとすると、うん、20人の普通がありますよね、はい、SP は職人だからスキルを背景とした発言で圧を感じるのかなと、うん、ああそうかもしれない。 NT もでも それでいくとそうですねありそうですよ。机コツコツやりながらなんか喋ってそうですけどね。こう論理的に考えるとさこうだよねみたいな、さも合ってるかのようにさはい、はい